アーベル・ショーはアメリカ人のジャズコントラバス奏者であり、ルイ・アームストロングと演奏したことで非常によく知られている。ショーは高校でチューバの演奏を習ったが、後にコントラバスに転校した。1942年にミシシッピ川を高校するリバーボートでフェイト・マラブル・フェイト・メディブルと演奏したが、その後1942年から1945年まで、 海軍で勤務した。海軍を除隊後、1945年から1947年まで、ルイ・アームストロングの最後のビッグバンドで彼と演奏した。ショートシド・キャットレット、シド・キャットレッ,ドドットレッドは、その後、ショーが音楽の勉強を急にやめた1950年まで、ルイ・アームストロング・オールスターズに加わっていた。 昭和1952年から1956年まで再びルイ・アームストロングと共に演奏を行った。彼はこの後引き続きラスケースラスケースと CBS で演奏し、デディ・ウィルソンのトリオで演奏させられ、1958年のブリュッセル・バンコク博覧会でベニー・グッドマンと演奏をした。昭和ヨーロッパで何年か過ごした後、1962年の 中央アメリカのツアーで再びベニー・グッドマンと演奏をした。1962年から1964年までショーは再びルイ・アーム・ストロングと演奏をし、その後も1960年代の終わりまでを通じてちょくちょくルイ・アーム・ストロングと共に演奏をした。1960年代以降、ショーは大抵は非専族の自由契約でニューヨークで活動していた。昭は 自分自身で楽団を率いて録音活動をすることは一度もなかった。ありがとうございます。